グラシオーザの位置グラシオーザ島はポルトガルアゾレス諸島の島。白い島として知られている。楕円形の島で島全体が大きな清掃火山である。島南部は1 6トルの広さのカルデラが占めている。グラシオーザにある自治体はサンタクルスだグラシオーザ一つのみで人口は4780人である。グラシオーザは 1450年5月2日、モンテモル・オベーリョ出身のバスコジル総奴隷によって発見された。彼は、テルセーラ島からやってきて、家族と共にグラシオーザへ定住した。グラシオーザとは、魅惑的なを意味する。島の光景は、ムラと孤立したい々の白さが、牧場の緑と混ざり合っている。肥沃な平地では、多種の果物、ワイン、牧草だけで育った牛。 賞を獲得したチーズなど多くのものが生産されている。ビラでサンタクルス近郊にある広大な面積は岩だらけの形状をしており、クジラに似た形態を持つ。火山によってできたグラシオーザ島は南部に際立った起伏がある。カルデラの最高点は402メートルに達する。硫黄を含む洞窟フルなど塩素フレは世界でも珍しい現象である。ありがとうございます。